今回は鞍馬天狗天狗会場後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。脚本は八尋富士、監督は大曽根達夫です。杉作を美空ひばりが演じています。鞍馬天狗の映画版は1924年の女人地獄に始まり、1965年の市川雷蔵主演の新鞍馬天狗五条坂の決闘まで延べ60本近く制作され、鞍馬天狗は様々な俳優が演じてきたらしいよ。そうなんだ。でも戦前に撮られた鞍馬天狗には紛失消失してしまい、現在では見られないものが多々あるそうだよ。それは残念だわ。それでは一緒に見ていきましょう。坊ちゃん嬢ちゃん同じの人形使いの吉兵衛がこれからご覧に供します。今日も芝居の芸大は今も噂も花が咲く、お染め久松の崎村さっさご覧よ、みなけらそんだよ、二人連れならねえなおさらにね、野崎参りの雪帰り咲いた花の花へ日の陰にちらりあほらりとすげがさが娘18は袖たもと恋のあはなさくああ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 あの崎村ほいよ、これさ恋しい久松さん、そういうあなたはお染め様、おいらは百まで和作塾まで手なべ下げてもあなたのおそばでおそばでおそば、おいらはうどんがよいわいな、まあ、お京の野崎を後にしておそめと久松船とかご義理と人情でええー、まあ別れてゆくわいな、あっちんあっちんあっちんちんちん、いやこれでお芝居ねおしまいだよ。村尾さん、先日はどうも。見物ですか？あ、ちょっと暇なもんですから、おかげさまで新選組に入れてもらいました。それはよかった、しっかりやってください。ありがとうございます。一度お会いしたいと思っていたところです。いかがです？ちょっと私のうちへお寄りくださいませんか？お供しましょう。さ、どうぞ。大変な人手ですな。ここが友達のうちです。今居候している身分ですが、何そのうちに新選組の主砲と言われるようになるつもりです。まあしかし、あまり手柄は急がない方がよろしいぞ。なぜですか？時勢は動いている。時の勢いが今とは逆になって、新選組はおろか
幕府でさえ浪人たちの攻撃に耐えられなくなる時期が来るとしたら。決してそんな時は来ません。また来たら大変です。しかしそうならないとは限らないでしょ。君の意見とは反対だが。あなたはそう思っていらっしゃるんですか。そうかもしれませんな。場合によっては君の敵になるやもしれませんぞ。ごめんなさい。おいでですか。あ、お年さんですか。青山さんならタイの方へ行きましたよ。では私はこれで失礼します。どうもお伺いしませんでした。ごめん。村尾さん。あ、今の人は。もうちょっとした知り合いですよ。なんて方ですの。あ、お名前は。嫌に熱心なんだな。傘を返すの忘れちゃった。倉田と言ったっけ。見つけましたよ、あいつは。誰だい。クラマ天狗です。天狗。しかもあんたのうちよ。バカなことを言うな。でも村尾さんと話してたんですもの。村尾。それは本当か。村尾さんは倉田が天狗の本名とは知らなかったからでしょ。いくら知らないとはいえ、そんなことがタイに知れてみろ、切腹者だ。あ、それからね。なんだ。間違いないな。ええ、おいし。村尾君。あ、青山さん、何か用ですか。村尾君、今夜は君の腕の見せ所だぞ。相手は何者です。行けばわかる。今夜の敵は是が非でも君が切らねばならぬ相手だ。逃がしたら君の首に関わるぞ。やります、どうやります。君の知っている男だ。行け。はっ。漢字愛を作業心繁栄波乱と自称言語
海苦労一切苦役者理事式不意苦苦不意式式俗理苦苦俗理式従属行式役貴様もうタイにおられんぞ。天を家へ連れ込んだり、今夜の失敗は貴様の責任だ。貴様それをどう解決する。ようござんすよ。村尾さんのことなら私が引き受けますから。何こんな雑魚を
ここにおるよ。降りてきて尋常に勝負しろ。闇討ちに失敗すると今度は尋常の勝負か。老人、あんたは宗像近江守でしょ。そうであったら何とする。何の遺恨があってわしを打とうとするんだ。うるさい。さあ、よく、おう、降りてこい。言われぬな。そもなくは気違い同然の相手は小便こもる。こっちは大切な体だ。待て、勝負。大変です。どうして杉作と新吉がさらわれました。新選組か。ええ、それはどうもそうじゃねえらしいんです。二条の油こいでね、町人らしい男にしょっぴかれてったって話をあっしも今聞いたばっかりなんですが。ええ、新作、てめえそれが食いたかったら俺に大手柄を立ちさせろ。何も難しいことはねえ。ただ天狗の隠れてるところを知らせるでいいんだ。兄ちゃん、しんちゃん、兄ちゃん、もう行っちまおうよ。バカ、辛抱するんだ。でもおいらはもうお腹が空いちゃって目が見えなくなっちゃ。辛抱するんだよ、ね。しんきち、
おめえは利口者だ。さあ早く教えろ。喋るんじゃねえ、喋るんじゃねえぞ。これでおいらたちが死んだってみんなのためになるんだ。おじちゃんはみんなみんなのために一生懸命に働いてるんだよ。でも兄ちゃん、喋んじゃねえ、喋んじゃねえよ。おいらたちが死んだって天狗のおじさんが褒めてくれるよ。よし、どうしても言わねえね。くそ、言わなきゃ言うようにしてみせるぞ。強情の野郎だ、どうでも言わねえな。よし、よし、よし、取るろ、下げろ、やろ、おっきろ、新規線泥剥がせろ。さあ、おれ、やろ、けっ、せろ、けねろ、どうだ、けどめやるか。あっ、おっしゃ、おっしゃ、おいらが教えるから、兄ちゃんを管理してやってよ。教えちゃいけない、おいら死んだって言わないから、お前はそこで見てるんだよ。ねえ、にっきりきり、おっちゃん、管理してやってよ。兄ちゃん、新吉、お前誰の子になったんだ。天狗のおじさんの子になったんじゃないのか。いいから、おいらが死ぬのを黙って見てるんだ。ちきゅー、おじちゃん、おじちゃん、管理してやってよ。おじちゃん、おじちゃん、よしよし、この野郎、踏みろ、やる逃げようたら逃がすんだ。どうしてテメラ喋らなかったら新作も新吉もこら焼き締めしたぞ。どれ、ちょっとお開けくださいます。バカ野郎、今開けられねえんだ。でもあんたんとこの子供の亀吉さんが怪我をして危ないんでございますよ。ふん、ブーツが、それは大変だ。キル、へっ、てめえよく見合ってんだ。いいか、どうご苦労さんでした。こちらにはすねえぞ。どうご苦労さんでございました。あざあざあざ、どうお待たせしました。お、あ、おじちゃん。上司、自分の子供は可愛がって他人の子供はどうしてもいいというのか、このけどめ、この水攻めがどんなものか貴様の首に試してやろう。んこら、これどうぞご勘弁を。ご勘弁で済む勘弁と、勘弁ならぬ勘弁があるぞ。わしはどちらで。貴様のは勘弁ならぬ勘弁、日本の見せしめ。どうぞ、どうぞご勘弁を。よし、二人の名を解いてやれ。え、小さい方から解くんだ。え、調子、へい、九六と言ったな。へい、下に降りろ。へい、二人に因を金輪際かようなことはいたしません。謝ってから名を解け。お二人さん、以後は心を入れ替えて金輪際かようなことはいたしません。どうぞご勘弁を、どうぞご勘弁を。
私は初めてあなたにお会いした時から綺麗ないい方だと思っていました。私もそのうちきっと御前やあなたに喜んでいただくような大きな手柄を立てます。どうしたんです？あなたはお父様のしてらっしゃることはいいことだと思いになります。いいか悪いかは時が経ってからのことです。私はただ手柄を立てる。そうです。寂しいことです。お嬢さん、私はお年さんにお世話していただいたのですが、あなたのためなら何でもできる男です。おじちゃん、あの人は新選組の人だよ。あ、わかった。きっしょ。あの化け物屋敷に蔵返しがあったんだな。おう、おらな、あの化け物屋敷を見張ってな、天狗会場を突き止めるから、おめえは豚書を見張ってくれ。うん。じゃあ、今度はおじちゃんと腕比べだ。なま言うねん。吉兵衛、これだ。
知でしょう。クラマ天狗です。何のためここへ来たのです。天狗会場のために多くの同志が倒されました。その天狗会場を新選組へ投げ入れた男がこのお屋敷へ入ったからです。あなたはその男をご存知でしょう。知りません、知りません。撃ちましたね。残念だがそれましたよ。先を知りませんか。確か大阪だと思いますけど。困ったな。実は天狗会場のことで急に話さなければならぬことができたのですよ。あ、違う。なに、大したことはありません。ちょっとしたかすり傷ですよ。でもまあ、あ、私いい薬持ってます。まあ、折り鶴。え？どうしたんです？え？倉田さんも隅に置けませんね。旦那！お、旦那！やっぱりこれを出ました。お、どうなったんですか？いや、なんでもない。かすり傷だから大丈夫だよ。え、本当に出てもらった？大丈夫だ。ではお願いいたします。はい。杉さん、どうした。旦那、それがあっしはえらい変なやっちゃいましてね。またおしゃべりが過ぎたのか。いえいえ、あの、それがね。あっちゃちゃ。おじちゃん、おいらは身分の投資を投げ込んだ天狗会場を取ってきてやったよ。そうか、でかした、でかしたぞ。その怪しい奴の後をつけてったらね、吉田の宗方の屋敷入ってったよ。よし、面白い。吉兵衛、読んでみ。え。吉兵衛、旦那、恥かかしちゃいけませんよ。杉さん、読んでやれ。おじちゃん読めないの？夜は読めないの。鞍馬天狗は寺町三条下がる黒姫吉兵衛宅に隠れている。黒島の吉兵衛？俺じゃねえか。どんな夕べからうち。あっ、チキショー。よし。Thank you.
旦那、旦那の計略にうまく仕掛けましたね。岸部、お前は杉作を連れてあの跡をつけて様子を見ろ。わしは桂さんに会いに行く。いよいよ戦争ですか。いや、その戦争をやられては我々の今までの苦労が何にもならないよ。しかしこのままでは清いたった3000人の長州兵が大阪へ来た以上、ことはますます難しくなりますよ。だから私は村方近江守に斡旋してもらって今日の町を戦火から救いたいんです。私は天狗会場が吉田のあの村方屋敷から出ていることに間違いないと思います。大江の神はさような人物ではないです。ともかくことを急を要することなんで、わしはこれからすぐ坂本へ行って大江の神に会ってくる。私ももう一度宗像なる者の実態をつかみましょう。その上で坂本へ馳せ参じます。あ、向井君、顔だ。あ、無礼な、いかに鈴天組とはいえ踏み込まれては黙っておれぬわ。何を言う。この通り天狗会場によってまかり出た。何、天狗会場。浦間天狗、一昨日より村方近江の神の庇護により吉田山村方邸に潜在せる事実を確かめたり。これでも嘘だというのか。バカな、わしはおみたちのやり方が手ぬるいから自身で浪士狩りをやっておるのだ。鞍馬天狗をかくまうなどとは言語道断だ。しかしこれまでのところ天狗会場には嘘偽りはない。おい、これおかしいぜ。屋根ひっそりしてるじゃないか。何、近江の神。兄、近江の神は坂本におる。わしは弟の宗像左近じゃ。え、出会う動きでる。念には及ばぬ。諸子大自責、長尾修善殿の治癒じゃ。こりゃ失礼申した。実は我らは近江の神殿とのお名前だけで鞍馬天狗をかくまったと信じてきました。そう思われても仕方ござらん。兄が兄ですから。これは同士討ちを狙う敵の策略かもしれません。うん、この宗像家の汚名、近いうちに必ず注いでご覧に入れますぞ。いや、これで天狗会場も身を信用が置けぬことになりました。これはご無礼申した。引き上げ。は、引き上げ。お嬢様。じい、これで天狗会場の騒ぎもなくなりました。はい。桂は坂本の近江の神様のもとへ参るということ。坂本へ。あ、国方への斡旋を頼み。幕府と長州の仲介をか。あ、なお鞍馬天狗は峠から天狗会場まで出るものと信じ、御前を近江の神様と思い、これを確かめに参ると申しておりました。ことここに至って兄に乗り出されては徳川にとって不利じゃ。
一同これより直ちに山中越えで坂本に立つ。そこで桂を待ち受けてキャッツを切るのだ。桂を兄に合わせたは一大事だ。いいな。おお。天狗はここが物気の殻なれば坂本へ来るに決まっているんだ。一同一人残らず坂本へ立つんだ。おお。通せ通せ。はい。通せ。お前もわしと一緒に行くのだ。決してわしのそばを離れるではないぞ。はい。よし、ちくしょう。行きますさん、この子を預かっていただきます。いやだよ、おいらもおじちゃんと行くんだよ。いや、そんなことを言うものじゃない。さあ、あげてもらってね。坊や、坊や、いい子でしょ。私と一緒に待ってましょうね。いやだよ。新吉、ほら、こんないいものやろ。まあ、よっぽどいい人がおった鶴なんですね。は？いや、新吉、見てごらん。行きます。新吉をお願いしますよ。おじちゃん、嫌だよ。僕のこと言うもんじゃない。おじさんが帰るまでおとなしく待ってるんだぞ。いいか、お願いしますよ。この野郎、この間の仕切りしたい。何をしに来た？何の用だ？兄者じゃに用はない。では誰に用があるのだ？今ここへ来る長州の桂小五郎に用があるのだ。何？兄者じゃ、問答は無用。お覚悟めされ。本庄。はここへ寄せつけるでないぞ。は。父上、おじ上をどうなされます？うん、わしの都合が良くなるまで押し込めておくのだ。なぜそのようなこと。うるさい。申し上げます。何事じゃ。御前、桂小五郎らしいものが見えました。何、来たか。よし、通せ。は。
どうぞ。村方さん、今日の町を戦火から救い、優位な若者たちを殺したくないために、ぜひともあなたのご協力を仰ぎたいのです。それで、道場方に斡旋してくれというのじゃな。はそうです。あなたさんにご承諾願えたら、高塚酒井の密書を持参しております。何？密書？は一刻も早く。よし、いただこう。では、お引き受けくださるの。いや、もちろん、もちろん。いや、かたじけない。桂小五郎、熱くお礼を申し上げます。では。おじちゃん、待って。お、新作。おじちゃん、それを渡しちゃいけない。その人は偽物だよ。何？偽物？そうだよ。三条河原で早坂さんと菊谷さんを襲った恐ろしい奴なんだ。そうか。小僧。貴様何者だ？わしは宗像左近じゃ。不甲斐ない兄の汚名を注ぐために公儀に尽くしてその方たち浪人を打って回っているんだ。桂小五郎、その方の墓は湖のほとりに建ててや、迷わず成仏しろ。それ、うっ、やっ、よし、この位置、測ったな。おじさまを助けてあげて、お願いします。お願いです。おう、そこの若いの、てめえ人に頼まれても助けねえのかよ。それともてめえは侍か？義を見てせざるはなんてやら、おう。殺し目の岸辺というケチな野郎だがな、おいらは助けてやろう。村尾さん、お嬢さん、やります。おじい様をお救いします。お願いします。天狗とはお手前か。わしは宗像大海の神です。宗像さん、今日こそはっきりとことをつけよう。ん？どうしてそんなことを。しらを切られるの。宗像大海の神、あんたは我々同士の敵だ。いや違う、それは違う。起点のために幾人の同士が殺されていったと思われるか。わからんな。いや、何のことか知らん。天狗会場を知らんと言われるか。ああ知らん。見れんな。これでも知らんと言われるか。天狗会場の文字、この折り鶴に書く天の位置、紛れもなく筆跡は同一に。これが何よりの証拠だ。おじさまは何もご存じないのです。何？おじ？はい。ではこの筆跡は誰だ。私でございます。私が書きました。お嬢様、 お嬢様ではございません。私が書きました。それであなた様のお姿になって。じい。はい。じいや。お嬢様ではございません。みんな私がしたのでございます。私は父のために、
年老いた父の身の危うさを前もって防ぐために父の集めた材料を天狗会場と名付けて新選組を送り届けました。父より先にタイの人たちに行ってもらって、暗殺行為を欲しいままにさせたというのか。はい、どうぞ私をお切りになってください。よし、切る。もうこの世には何の未練もない私でございます。お切りになって。わしが切るのはあんたの父だ。え、父を。切る。お嬢さん、ご安心なさい。私が命にかけてお父上をお守りします。鞍馬天狗は偉い人です。確かに偉い人です。だが私には宿敵です。待ちなさい、若い者は生きねばならぬ。わしに任せておけ。でもあなたこそ大事なお方です。大事なのはあの鞍馬天狗だ。何、天狗が来た。あ、死ね、マリス。そうか。からかぞカツラやろう。お前たちは天狗が助けると思うだろうが、この炭治郎の前では天狗の鼻もポトリじゃ。その前に貴様の首がすっとぞ。おお、待てタコ、これは天狗まかれとるぞ。カツラさん、動けな。動いたら命がないぞ、鞍馬天狗。わしは貴様を生け捕りにして手柄にするのだ。本庄、はこいつら三人を船で沖へ運んで沈めてこい。は、月さん、動けな。カツラさん、推測をお願いしますよ。レッツゴー、卑怯な加工。城の鉄砲を持て。
そこにもお前の父か。はい、お父さんの代わりに私を切ってください。私こそ生松姉さんに近づいてはあなた方同士の動きを探っていた犬です。公儀に頼まれてか。いいえ、お父さんのためにだけです。何？そうか、一人は父のために味方し、一人は父のために裏切る。どちらも親を思う心に変わりはない。そこ、貴様のような鬼の親にこんな優しい心の娘が二人もいたんだぞ。悪魔、恥をしない恥を。さんたちはね、何とかして戦いをしないで済むように努める。今日の町も焼けないよ、若い人たちも死なないよ。お前は大きくなってもこんなバカな大人の真似をしてはいけないよ。バカな真似をね。うん、おいらしないよ。ラストの立ち回り、見応えがあったよね。うんうん、アクションシーンが長かったわ。嵐勘十郎、当時50歳くらいとは思えないほど動きにキレがあったな。確かに階段を登っていきながら戦う演出も面白かったよね。そうだね。他に何か感じたことはある？三島正夫が演じた宗像左近と近江の神、見分けにくいと思ったら兄弟だったね。あの兄弟は双子レベルだよね。うんうん。あと鞍馬天狗のアトリエみたいな建物で新選組と戦うシーンの扉の自動開閉が印象的だったな。わかる。結局開閉する仕組みはわからなかったけど。新吉を演じた桂五郎、今回は歌ってなかったのがちょっと残念だったわ。そうだね。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。